しました。行ってきます。だいぶやばいっすね。ちょっと変身してきます。それではお楽しみに。ちょっとあんま分かんないよね、暗くなっちゃって暗くなっちゃってあんま分かんないですけど、根元もねしっかり染めてもらっていい感じです。めっちゃ暗くなっちゃった。帰ります。ここはね、こんな感じ。後ろがね、こんな感じです。見えてないんだけど、自分は。毛多いんですよね。だから、やっぱ、重たかったんで、めっちゃ空いてもらって、すごい軽い。はい、じゃあ買ってきたものを紹介します。大量。オートミール。まだいっぱいあるんだけど、買ってきました。いっぱい。あるに越したことはない。メカブ、これは鶏ですね。鶏肉、パプリカ、パプリ、アスパラ、ピーマン、玉ねぎ、カレーパウダー、なんか可愛いから買ってきてまだあるんだけど、こっちの方がね、こう振りかけるタイプの方が楽かなと思って。豆板醤、豆板醤、ラー油、ラー油そういえばなかったなと思って。まあ、大葉ですね。シソ、またの名はシソで、これダイエットにはね、いろいろ使える。おから、ミックスベジタブル、1、2、3。これなんかね、いいなと思ったのが3種の野菜ミックス。じゃん。なんだこれ、カリフラワーとブロッコリーとロマネスコカリフラワー。わからん、ロマネスコカリフラワーは知らない。味付いてるやつ買ってきました。はい、豆腐、絹豆腐、エールの卵を買ってきました。くらいかな。これがあれですね、クイックオーツとロールドオーツってやつですね。お買い当パンパンだ。コレクションがどんどん増えていくな。これね、次チンします。2分半。ふわふわな感じになりました。結構パラパラになるんですよね。入れていきます。
ニンニク。できた。できた。できた。ガパオライス、オートミール。トマト、お味噌汁、いただきます。しゃ、食べるか。いただきます。終わります。うわ、とろとろ。いただきます。うまっ。あ、やべ、ベジタブルファーストでした。あ、これオートミール本当にっていうぐらい、うん、うん、みずみずしくて美味しい。これマジでオートミールじゃないみたい。で、ブロッコ、うん、ちょっと壊しちゃった。うまい。やべ、うまっ。ごちそうさまでした。カレーなでば。美味しかったです。今から編集します。もうね、10時だけどね。ほら、まあ、コーヒーでも飲んでやるか。まあ、介護ももちろん頑張っていきたいし、その他、まあ、YouTube も頑張っていきたいし、まだまだやりたいことたくさんあるんで俺。だからそういうのも全部進んでやっていって、チャレンジしてっていう感じで、当たって砕けろっていう感じでやっていきます。僕は何がやりたいのって言われるかもしれんけど、やりたいこと全部やるってことです。俺は、はい、精進して参りたいと思います。それでは今日はこんな感じで寝たいと思います。おやすみなさい。